満で最後送り出してもらえて本当に幸せ、めっちゃ嬉しいです。レナタン握手会の時まだ受付のところに手を振ってくれてありがとう。そう見えて嬉しかったから。そう。お DMM サイデンありがとうございます。いっぱいカメラも見ますね。お、なんか大好きって書いてるのがある。何これ、かわいい、くまちゃんが大好きって言ってる。ハマちゃん、ハマちゃんありがとう、大好き。レナも大好きありがとう。かわいい、こんなハートのかわいいくまちゃんがあるんですね。キュンキュン。12月に加入した人はレナタンルームは大会、ああなるほど、もう入る、なんかそれはね間違いだってなんたらかんたらみたいなのね、ファンの人が言ってたんだけど、ファンの人じゃない、マネージャーさんが、なんだろうね。あ、こんばんは、こんばんは。今年も一緒に配信応援しましょう、しましょうね、応援しましょう、一緒に応援しましょう。お、こんばんは。卒業前夜どんな心境、なんかもう明日っていう、なんかまだあんまり実感が湧かない感じです。多分あの卒業までにウィンクで冠をさせてもらえたり、結構練習の日々が続いてて、こうなんて言うんですか、無というか合間がなかったから、なんかもう卒業の日になっちゃったみたいな、 なのでまだもうなんかえって感じ。多分卒業してなんか時間を経ってあんまり難波に行かなくなったりして実感湧く気がするね、寂しいです。でも、1ヶ月あったのにあっという間でした、今日は阪神応援する一緒に応援しましょう。おはれなたんロスになりそう。そう、もうれなたんも明日で終わるので、れなたんじゃなくなります。レナになります。そう、ね、でもなんか送ったりそう、もう毎日の日課になってるから、あ、レナ、おはれなさんじゃないんだってなりそうですね。これからレナちゃん M にするね。そうね、レナったんじゃ、そうですね。すごい、みんなあだ名つけてくれるんだった、レッちゃん、おか、お母ちゃん、レナちゃんって、そうですね。そう、岡本さんって呼んでいる30日いいですよ。でもスタッフさんに、ね、岡本さんって呼ぶ人いましたね、それ。そう、友達にはなんて呼ばれて、友達にはレナか、幼馴染はレッちゃんなんですけど、レナかレッちゃんか岡本ちゃんもいましたね。か、岡本。お金なって呼ぼうか、お金のあんま呼ばれたことないですね。あ、明日行きます、あ、待ってます、嬉しい、最後近くで、うん、おかぽ、おかぽもあんまないな、お母ちゃん連れ呼ばれたことない。面白い、みんなあだ名つけてくれて。略してもっちゃんね、もっちゃん、それもっちゃんになっちゃう。でもインスタとかね、こう投稿しようと思うので、ぜひいっぱいこれからもコメントとかいいねとかしてください。そう、あと今日はお家で配信できるのが最後かもしれないので、ちょっといろいろ持ってきたんです。今までの思い出のものをちょっと劇場には持っていけないから持ってきたの。そう、本当は断捨離ね、そうしてもいいぐらいのものもあって、そうなの、皆さんに見てもらって、もう
お別れにするか置いとくかをしようと思います。インスタ見守りたい、お見守ってて嬉しい。今日も可愛い、ありがとう。今日は紫にしました。ショールームはしない、ショールームはちょっと相談ですね、スタッフさんと。これを使えるのかちょっと、そう見せて。まさかの乱視に入って、そうなんです。そう、まずはね、名札です。最初にもらったやつ、これもうボロボロなのやばくない？もうこれを忘れたらもう人生終わりと思っていいほど大切な、研究生の大切なもの、名札。で、私はちょっと学校からあの難波に向かったり、こう忘れちゃったりすることもあって、もう本当に怖くて、なのでこれはもう、これ100均にいるものがあるんですけど、でこれも自分でコピーして作って4つぐらいもう予備で置いてたんですけど、いつの間にか1個になっちゃいました。そう、もうこれは大事なの。そう、それは捨てられない。そう、これは大切だから。あと3つ、そう3つぐらいあったんだけどね、ちょっとロッカーに入ってるのかな。そう、予備、そう予備を作ったんですよ本当に。でもこれカッチカチだったんですよ、色も。でも踊ったり暴れまくってもうペランペランになっちゃった。でライブの時とかはこうやって、ね、つけてるんですけど、この裏にあの命の紙を入れるんです。あのカンペみたいな立ち位置表を。そう入れるんですけど、最初の頃はピチってなったから綺麗に入ってたのに、だんだん緩くなって、一回あのリハ中に裏で立ち位置を落としてしまったんですよ。もう本番まで不安で不安でたまらなかったけど、無事終わることができました。そう、増やすの賢いでしょ本当に。もう不安で、新しく作ってメルカリ絶対みんなでおそろする。そう、あとこんなも出てきたの、いっぱい置いてるんですけど、あのまずあのオーディションでダンス審査と歌唱審査があるんですよ。そう、その時にだって歌唱審査で気をつけることとかめっちゃこんなに書いてたの、すごく真面目だみたい。めっちゃ頑張ってたみたい。そう、歌詞を覚える、そりゃ歌唱審査だからね。気持ちを込めて歌う、まあそれは大事ですよね。振りを入れてアピールする。そう、なんか歌はそんな特別自信があったわけじゃなかったので、そう、字綺麗、本当嬉しい。そう、自信があったわけじゃなかったので、他の人と何とかして違うところを見せなくてはと思って、そう、なので NMB の中でも一番好きだったナギイチを、あのファンの方とかが YouTube で踊ってみたとか載せてたり、こうみんなのメンバーさんのライブ映像とかがあるので、それを見てサビを覚えていきました、頑張って。そう、審査員の目をしっかり見る、それは大事ですね、目を見ることは。アイドルのオーディション笑顔大事って、笑ってたかな、緊張してたけど、そう、笑えてることを願っている。あ、賢い音。そう、あとは歌手になりきる、アイドルになりきって歌うって書いてます。なりきれてたかな。審査員の印象に残るように挨拶をしっかりするって。そう、挨拶は頑張りました。でももうこれははるちゃんがいなかったら、私は これをする前に間に合ってなかったので、よかった。そう、オーディションのルナタの動画可愛かった。ほんの CYNN さんであの卒業企画をさせてもらって、その時にねチロッと流してもらってました。恥ずかしい。もうこれはね、もう審査が終わったから、もう皆さんにも聞いてもらったし、おさらばしてもいいものなのかもしれない。そう、でもこうやって頑張ってなんか気をつけることあるかなって、そうして頑張りました。オーディションにたどり着けてよかった。本当にダンス審査でね、そう終わっちゃってもこれできないし、はるちゃん連れてってくれてなくてもできてなかったので、そうよかった。
ルナちゃんに会えて幸せです。ルナも本当に会えて嬉しいです。皆さんによかった会えて、大事に置いておこう。本当もう何も大試合できない。置いとくか記念に。それもあとはこれはね多分チロッと何回か見せたこともあるんですけど、私のサインを考えてた時ですね。いろいろ考えてたんですよ。こんな、あ、見える、こんなとこでもちょっとね、タンタンタンまで書くね、あのサインを書く余裕がないからこれはやめましょうって言われました。そう、やっぱねこういっぱい書いたりサイン会とかもあるので、そう書類審査からみかなちゃんと仲良くなったんです。うん、そうみたいです。いつの間にか。かわいいサイン、ほんとね、結構デザインは気に入ってたんですよ。そう、時間の問題がなければねこれになったかも。そう、あとはこれレーナーだから07でレーナーとか書いたりしてました。最初ラブとかで、顔あるからお口も下につけようと思ってつけたら、これもちょっと時間かかるんじゃないって言われて、これもダメでした。そう、サイン書く機会なくなって、え、ほんとですね。だから最後ナムデシンのサインがめレアになるかもしれない。目がかわいいの、ウィンクしてるのこれ。レナちゃんのサインたくさん集めることができて、生写真もチェキも宝もありがとう。ずっと大切にしててね。あとはね、どれも可愛いせん、ほんぞ嬉しい。これはユニコーンがね好きなので角を生やしたいと思って書いてました。そう、でもこんでも時間がかかる。そうね、なんかね全部時間かかるのね多いんですよね。そう、可愛くしたいと思った中学生の私の心こだわりすぎてたみたい。そうこう見るとデザインなんか全部王冠とか。ちょっと子供っぽいけど。そう、まあグッズ大切にするってありがとう。レナめっちゃ丁寧に書いてるサイン、ほんのそのサイン欲しい。全然目を上げたいぐらいで、もう時間がかかりすぎますって言われ続けて、もうわからんってなって、いよいよもうレナでいいかってなったやつ。そう、もう時間かからない、もうわからないよってなっちゃって、もうひらがなでいくかってなりました。そう、でもこれはさすがにちょっと可愛くないって思ってなくなった。そう、まさかのひらがな、本当にまだあるよひらがな。そう、これもこれもひらがな、これ何さっきと違うの、あ、何が違うんだ、あ、虹を描いてみましたこっちは。そう、なあ、レナの応援グッズ断捨離してね、ほんとありがとう、残してね。何秒以内とか、え、何秒以内とは言われなかったんですけど、やっぱ書きやすいものでみたいな言われました。急に雑。そうそうね、そんな感じです。で、今のサインにたどり着きました。そう、なんか可愛くしたいと思ってワンちゃんを描きつつもちょっとサササと描けるデザイン。中学生レナが考えたものなので。ハートの中のタンかわいい、がいたほんのね、かわいいよね。こんな感じで、ひらがなもう一回見せて、ほんとどれなら、あ、これもうレに名をつけただけ、サインでもなんでもない。はい、これです。これはサインなのか、果たしてひらがなでレナと書いてるだけ。そう、こんな感じです。
それメルカリです。嘘でしょ、ゲットしてくれる。僕でも書けそう、多分みんな書ける。小学生でも書ける。サインあきら先生見せて、え、サインどうだったかな、自己紹介キャッチフレーズは。そう、あきら先生も言ったの、考えたりした時サインどうだったっけな。はじめはんにが父にね、つながってるからそう見えるよね。それ12歳の時考えてさ、そうこれ全部12歳のもう緊急生の加入したもう最初らへんに考えました。そう、まあ、サインの本当に意味は名前書くことだから間違ってない。確かにレナってわかるもんね。あと何あるかな、ああとはYNN さんの台本とかも全部置いてるの見て、もういっぱい。これはあれですね、これはあ、これはめっちゃ最初のやつだ。あ、三田真央さんのドラさんとロッキーで一緒にフラフープとかしたな、そういやってやつですね。あとは中学生の件覚えてます、皆さん。これあのちぃさんが MC をしてくれて、ゆりやとかマナティとゆいちゃんとしたやつですね。そうカップ麺、そうラオウも初めて食べたんですこの時。なんかめっちゃびっくりされたんだな、そういや。そうラオウ初めて食べた記念日ですこの日は。そう、うん、見てたよほんの。お、すごい、みんな結構覚えてくれて嬉しい。とかラビリンスのオンラインサロンとかバチバチキャンプも行ってますよ、ほら。ラオウ初めてまで、そうでもなんかたまたま食べる機会がなかったんですよね。そうびっくりされたんですけど、そう今は何だろう、辛ラーメンが好き、辛いのたまに食べたくなります。バチバチキャンプ楽しかった、え、そう本当に楽しかったキャンプ、初めてのYNN のキャンプです。でもキャンプにもたくさん参加させてもらえて、ほんとなんかいろんなコスプレしたり、こうし前の卒業企画の時見て、改めていろんなことさせてもらえたなって思いました。バチバチキャンプ面白かった、ほんのめっちゃ合唱を覚えてますね、みんなで練習したな。あとあれですね、あのパンケートとタピオカもともこの時ですよね、バチバチの。めっちゃ嬉しかったです、こう自分のこう時間を作ってもらえて。ランボ、そうランボは結構でもお気に入りの服です。レナタンが6期生最年少メンバー最後の一人やから寂しくなるの。そうですね、でも最年年少メンバーではね、いっちゃん最後でしたね私が。ロッキーの学ランの服懐かしい、懐かしい、みんなで着たな。なんか腕破れてたりさ、そう、あ、でもその写真はあのトーク館であのブログで今までの振り返り思い出とかしてたんですけど、それの YNN について喋ってる時に使いましたね、そのみんなで学ラン着てる写真。よく頑張ったよって、ありがとう。リアとマナティと連絡たまにしてます、そうしてますよ。
これはあれだ、あ、これは一番最後にできた今のキャッチフレーズですね。これはキャッチフレーズの紙だ。リズムに合わせてタンタンタン、笑顔満タン、レナタンとかもありました。そう、面白い。中学1年生12歳のレナタンこと岡本レナです。すごい、タンタンタン3回目でジャンプするどうするとか書いてる。もっと手振り大きくするとか残してるんですか。本当にね、そう、置いててよかったって思います、改めて。こうやってそうね、若い。牛タンナポリタン好き。あ、そう、みんなが好きなタンは牛タン、グラタン、ナポリタン、でもやっぱりエナタン。面白い。そう、でも私は牛タンとグラタンとナポリタンだったら牛タンが好き。あの焼肉はタンが一番好き。うん、明日はそれで。最後はいつも言ってるのも痛いな。でも美味しい。そう、残してましたねこれ。明日牛、昨日牛タン食べた、いいな。でもお肉食べたい。レナタンが一番好き、嬉しい。食べ応えあるメニュー、確かに全部好きなの入れました、タンがつくもので。そう、グラタン好きなんですよ。そう、お弁当でも入ってたら嬉しいもの。同じくタンが好き。お、一緒。美味しいよねやっぱタン。あとは何があるかな、あとは、これはあれですね、お話し会の時に書いてたやつ。うわ、初恋至上主義だって、懐かしい。これもいつも手書きで書いてました。だいたいハーニがいる。だいたいいつもハーニ書いてた。そう、これも置いてるんです。そう、頑張って手書きで書いたなって思う。サステナブルだって、 AKB さんのですね。でもブログにも書いたんですけど、こうやってね東京でもね握手会させてもらえたり、本当に本当に幸せだったなって思います。これはハロウィンとかサンタ、クリスマスの時のですね。そう、これもいつもイラスト調べて書いてたな。パンダかわいい、イラスト、幼稚園かわいいイラスト、誕生日かわいいイラストって調べるんですよ皆さん。そしたらこういうのが出てくるので、それを参考に書いてました。これは本当最近ですね、スキダムシのお話から。そう、これは、あ、これはめっちゃ初めじゃないですか、ポニーテールのアニメキャラに変身。これはきっと多分ドラゴンボールのブルマちゃんのことの気がする、これが書いてるからかな。めっちゃ懐かしいですねこれも。あ、だってミニオンだもん、好きなキャラクター。そう、懐かしい。一時期このミニオンのこのボブの絵を描くのにハマってました私は。何にでも学校とかノートでもチェックとかの時にこの絵を描いてた。そう、ブルマちゃん懐かしいね。懐かしい、ブルマちゃん、うん、ミニオンコーデめっちゃ可愛かった。嬉しい、めっちゃ前ですよね、めっちゃ昔の気がする。うん、ベジータの嫁さん、そうです、ブルマちゃん。パープル似合う、嬉しい、好きな色やから。やった、ツイッター始めた頃、そうですね、これはそれこら辺なんです。キラーコーデもかっこよかった。そう、好きなキャラやからちょっとねぽくしたいと思って。どのコーデも似合ってて可愛かった、いっぱい考えたから嬉しいです、そうやって言ってもらって。もうお話しかけが決まったら何着ようかなって考
考えてたから嬉しい、そう言ってもらえるの。ルナタンと漫画の趣味合うの、ルナタン何歳ってもことあった。そう、でも結構家族みんな好きなんで、昔の漫画とかも置いてるからかな。そう、最近のも見るけど、そう結構ドラゴンボールとか、そうジャンプ系も好きやから料理ですか、石力企画大好きでした、ありがとうございます。料理だったりね、ショールームでもいろんな企画しましたよね。料理配信とか、お家だったら、あとお祭りもしたスーパーボールすくいとか、そうお菓子釣りとか、そうカラオケ配信とか、そういろいろしましたね。本当になんか正直さ、こう一人じゃないですかそうだから、本当だったらね、スーパーボールすくい一人でしたり寂しいはずなんですけど、皆さんがコメントしてくれたおかげで楽しく配信できて、そう最初はね、こう画面越しに話すから緊張もしてたんですけども、今では楽しく皆さんとお話できて、もう嬉しいです、ありがとうございます。本当にこうやってコメントしてくれて、ぴょんぴょん星投げとかギフトとかもありがとうございます。あ、そう、滝田バーベキューさんもね、本当に楽しかった。もう簡単、なんか簡単で美味しいものをたくさん教えてもらいました。不思議やね、ショールームってね、不思議ですよね、そう考えると。七夕短冊も嬉しかった。そうだ、短冊とかもね、いっぱい貼ったり飾りました。懐かしい、いろいろしましたね。そう思うと本当に、浴衣可愛かったな、嬉しい、ありがとう。そうだ、浴衣も着てしました。豆腐グラタンよく作る、一緒だ、簡単でね、あのもう潰してもう焼くだけなんでいいですよね。まさかテスト勉強配信もやった、ほんとだ、勉強もしてましたね。もうこれからも勉強も頑張りますちょっとね、あのね、テストもあってね、もう勉強もやばいあ、10分前だ、時間ありがとうございます結局断捨離1個もしてなくて、思い出話配信になっちゃったあ、でもこれはめっちゃ大事、これはちょっと台本見せれるかわかんないから、こうして、これはね、あのトラコの甲子園グルメ大使の時のあの台本です。これはめっちゃ大事、思い出こんなこと喋ったなって思い出なので、とかこれは、うわ、ゆうかさんとれなぴょんさんの、そうだ、ショールームでの、あの初めてのドラさん6期で出た時の6期生の自己紹介のやつとかですね断捨離するならくれまだ一個もできてないから、あげれるもんがないやんうん、懐かしいね、本当にいろいろ懐かしい思い出を聞いてくれて、一緒にありがとうございますまずは人生ゲームを断捨離しないと、本当ですね、物から断捨離しないとしばらく取っておくこと、そうですね、しばらく置いておきます本当にたくさん皆さんもこうやってショールーム見てくれたり、いっぱい見守ってくれて本当にありがとうございました。明日もね、配信はするんですけど、おうち配信は今日で今のところ最後なので、アイドル人生でたくさん見てくれてありがとうございました。振り返ると楽しい配信ばかりです、本当にありがとう、こちらこそ皆さんのおかげで楽しい配信がたくさんできたのに、本当にありがとうございました。明日ないじゃん、本当に寂しい、そう、いろんな思い出、本当にたくさんの思い出ありがとうございます。皆さんと一緒に作れて嬉しかったです最後に限ってワンちゃんも確かに今日はおとなしい、寝てるかな。お、じゃあそろそろランキングも読んでいこうと思います。
13位まちさんありがとうございます。12位4008さんありがとうございます。11位たもつちゃんありがとうございます。10位なわてさんありがとうございます。9位ベリメンさんありがとうございます。8位カルちゃんありがとうございます。7位デルハエさんありがとうございます。6位北野さんありがとうございます。5位アンケンさんありがとうございます。4位まさくんありがとうございます。3位ひとやさんありがとうございます。2位まるるさんありがとうございます。そして今回の1位はタラーンタンハマちゃんです。ありがとうございます。大好きもありがとう、ありがとうございます。お皆さんパチパチありがとうってありがとうございます。明日一緒に思い出作ろうね。最後まで一緒に皆さん思い出作りましょう。明日はね昼夜公演で2回公演もあるので、私のステージに立っているのは明日が最後なので、ぜひ見守ってください。よろしくお願いします。お、あと6分ありますね。ちょっと今日はお家最後かもしれないのでギリギリまでしたいと思います。そう、挨拶もランキングもできたのでちょっとゆっくり。お、見届けるでありがとうございます。最後にスクショタイムしようしよう。なんかしてほしいポーズとかちょっとあったらぜひぜひ送ってください。なんだろう、ほっぺハート。10期生で待って後輩になる。まだうさぎ入るかな。耳が入る。カシャン以上。キュンキュン、ウィンクポイント、シウィンクウィンク。ペローナ、ペローナツインテール。綺麗だった、マジありがとう。お姉さんになれたかな。取れたかな皆さん、いい感じ。狼とこれキスくらいしてくれなきゃ。私にだってプライドがあるわ。あ、可愛かった、嬉しい、ありがとう。狼とプライドの写真もね、オフショとか今日のインスタにも載せてるので、ぜひコメントやいいねお願いします。デカマッチポーズ、デカマッチプリマッチ。いいねが今と見える。ほんの昨日の靴はね、ロキ冠の時とゆいなちゃんもレナも一緒だったんですよ。そう、すでにショールーム泣かないで。嬉しい、でも添えてくれてありがとう。新しいスマホ少しはできない。ほんと見てくれてありがとう。ステップマッチさせるもんね。ほんと面白かったですよ。でも前から見てたらシュールで。やだ、ほんとにね、みんなね、すごい優しい、いい子って言ってくれるけど、皆さんがいい人だからですよ。そう、環境が、そう、素敵だったから。そう、みんなが優しくしてくれたので、いい、こうなりました。そう、ピロピロ、ピロピロ、ピロピロ。
あ、ブラックコメントしてありがとう。もう投稿できてるので、そう、ぜひブログとインスタと見てください。ではまた明日。そうですね、明日またあと明日、明日また明日ねって言えるのが嬉しい。明日あるので、そう、明日も待っています。いや本当にたくさんこうやってコメントしてくれて、お話してくれてありがとうございました。本当に毎日泣いてる。でもレナもなんかこう思い出毎日振り返ってって、あ、こんなこともあったなーって懐かしくなって、ちょっとキュンときます。明日寂しいけど楽しみにしてる、ありがとう、ね、みんなで笑顔でバイバイしましょう。またねって。そう、うん、あ、59分ありがとうございます。もうあと1分しかないの。あ、この時計では57分なのに、やっぱうちの時計壊れてる。ありがとうございます。アンドニー、アイドお疲れ様、ありがとう。明日見に行きます、待っています。そう、明日皆さんのこと待ってますね。本当にありがとうございました。また明日ね、ずっと大好き。レノも本当に皆さんのことずっと大好きです。ありがとうございます、ありがとう。ちょっと秒数わかんない。ありがとう。 DM まで見守ってます。お、いっぱいカメラも見ますね、ありがとうございます。たまにインスタライブね、インスタライブもしようと思います。たまに暖かくして寝て、ありがとう。皆さんも暖かくして寝ていい夢見てくださいね。お、10時、ありがとう。